健康を開始してください。1 2 3 4 5 6。この後私が言うべき言葉は、私たちはシーズレジェンド芸人です。あった。そうであっても言うべきことは違います。いや待て、よく奇跡的に打ち合わせもなしに会ったな。こんな鉄板ネタ関西人なら大手当然や。お前以外関西人じゃねえし、しかもシーズレジェンド好きなの私だけだろ。私ら無敵だな。無敵だとしても総員6名現在員6名欠員やりませんと言ってください。7トークなのに。であればなおさらです。総員6名現在員6名欠員ありません。では自室の清掃後、0630バネにカフェデリアに集合してください。出版物、音楽、映画などといった表現物の内容に不具合がある場合、発行、発売、販布を禁止する処分を発行禁止処分、または発売販布禁止処分という。これが俗に言う発禁だ。だが戦後の日本では憲法第21条において検閲が禁止されていたため、法制度上での発禁は原則的に存在していない。じゃあ日本はどんな表現が可能な国ってことか。やめろ、怖いわ。それは安直だ。とあるものが侵害されていると裁判所が判断した場合には発売禁止となり得る。かやもり、何が侵害されてはいけないのかわかるか。へえ、難しいなこれ。人権だ。人権の侵害、つまりは他人が嫌がってはダメということだ。人権の他にも著作権を侵害すると発禁につながる。君に決めた。作った表現物で誰も傷つけんな、そしてパクんなってことだろ。そう、ありていに言えばそうだ。だったら心の内をさらけ出した歌詞は書けないな。どうして。だから怖いわ。どんな心の内なんだよ。仲間としても怖いわ。今日も学んだ学んだと。次はお昼、待ちきれない。ん？お、ナナミ、チッス、どうですか？訓練にはついていけてますか？まあ私らにかかればね、どうってことないよね。それは頼もしいです。私以外すげえ奴らばかりだからさ。かやもりさんも十分すごいと思う。うん、そっかな。そういやななみんは何が得意なの？私ですか？得意なものなどありませんよ。またまた謙遜して。ここにいる兵士はみんなの選ばれし優秀な人ってことは、ナナミンも何かあるはずじゃん。教えてよ。淡々と職務をこなすのが得意です。何それ、期待してたのと違う。どんなのを期待していたんですか？伝説のロッカーみたいな。それはかやもりさんじゃないですか。いやいや、シーズレジェンドなんてただのポップスよ。本当のロックはギャイアグレイボドドドドドドって叫び散らして魂を震わせてくる。そうだったんだ。ああ、入隊式で連呼して司令官に怒られてたやつですね。世の中にはそんな音楽があるんですね。うん、それ系の真の音楽いっぱい知ってるから、今度おすすめのプレイリスト作ってきてあげるね。申し出はありがたいのですが、残念ながら私には聞く時間がありません。そうそう、いいじゃん、司令官の横でギャイアグレイボドドドドドって流
がせば司令官の士気も高揚するよ。そういうテンションの差が判断ミスにつながるのです。うわー、全然私の話に乗ってくれない。言いましたよね、淡々と職務をこなすのが得意だと。確かに、めっちゃ淡々としてるのはそのせいか。くそ、次会った時はめっちゃ興奮させてテンションぶち上げてやるぜ。ご自由にどうぞ、訓練も怠りないように。はい。フェーズ2の訓練も今日が最後となるわ。ポイントガンマに到達すればクリアよ。ここからは敵の密集地帯になっていくわ。今と同じ戦い方じゃ通用しないかもしれないわよ。そうだな、葵、私らの連携このままでいいと思うか。今のまま練度が上がれば洗練されていくと思うんですが、期間内には間に合わないと思います。だよな、削れるところを削ろう。え？キャンサーの群れが襲ってきたら 31B が射撃で何体か引きつけてくれるじゃん、うん、でもその時支援が来る前にちょっとだけ間が空くだろう。はい、皆さんが退避する時間が必要ですから。あれ削っちゃっていいから、支援要請があったらすぐ撃ってくれ。ああ、そうしよう。それだ、それっていいの？本能の赴くままにに。これはワクワクする惨事になりそうだ。やめてくださいってば。ダメです、危険すぎます。どこに着弾するか分かってるから大丈夫だって。ですけど。みんなそれでいいよな？ああ問題ない、たとえ射線に入ってても集中すれば十分避けられる。言うてうちらに当てはせんやろ。信頼してるで。かやむりさん大丈夫なのね？私らは問題ないよ。ならそうしてください。そうか、はい、絶対に外しません。 31B が31に当たってしまう可能性はあるってことか。フェーズ2内の中継地点を1箇所制今回の訓練で残りの中継地点を通過し、その先にある鹿島神社ポイントガンマまでのルートを確立すれば目標達成となります。うん、少々厳しい条件ではありますが、皆さんならきっと期待に応えてくれると信じています。では訓練プログラムを開始します。いってらっしゃいませ。ダイヤモンドアイスタートですね。じゃあ行きましょう。あれ？ちょっと待って。そうだよな、中堅点までは取ってるんだ。
勝ちましたね。中ボスのとこまで行きましょう。いいね。こっちは行けない。強くなりました。身震いするよ。食らえ。全く頼りないって。もちろん行きます。耐久チップ2。あれ？ああ、じゃあブースターの方か。よし、装備しよう。クリアポイント？ここが2カ所目の中継地点だね。オッケー。あ、スモモだ。マーキングでもしてくれてた。本来なら前回ここまで行かないといけなかったんだろうな。二人してバカにしてるのかに。いえ、まさかと驚いただけで。ああ、まあ、タチの悪いジョークじゃん。タチが悪いって自覚してるなら口にするなよ。思いとどまれよ。昨日の遅れを取り戻した。もう一頑張りだ。心配いらん。こういうのはどう？すご
うん。ごめんなさい。もっと頑張ります。慎重にな。OK です。チューチップ2って全員持ってたと思うんだよね。ファンの人があったら置き換えるぐらい。ラスボスか。おいおい、あれもキャンサーなのかよ。気持ち悪い。どんな見た目でも等しくスモモたちの敵に。注意してください。どんな攻撃をしてくるかわかりません。データベースに登録はされてた。うん。どうやらレーザーで攻撃してくるらしい。恐ろしいが、やるしかない。そうだね。これがダイヤモンドがいいか。これ一気に解放する。それで出場したでやったな。みんな大丈夫だった。まだです。攻撃きます。終わりじゃないのか。展開します。
なタコの音。いえ、なんでもというわけではなく、防御区いいな、オイリカね。サンキュー。さあ、目的地に急ごうぜ。私の調査が正しければ、ここがポイントマークのはず。じゃあ正しくないってこと？じゃあ、うん、下にあるのが鹿島神社だっけか。よし、訓練もクリアできたし、景気づけに参拝していくか。エミュレートされた神社にご利益なんてあんのか？うん。知ってる？参拝のマナーは二礼二拍手一礼と言ってね。勉強になります。相変わらずどうでもいいことだけは詳しいんだな。神様に対する基本的なマナーよ。ああ、それはすまんかったな。それは大事だ。中身空っぽのエミュレートされた神社だがな。終わった。もっとやっぱりストーリー先に進めてもいいかもしれないですね。作戦行動終了。ポイントガンマへの到達を確認しました。ですが、規定タイムを7秒オーバーしています。惜しかった。惜しすぎる。くそ、3時にならなかった。かやもりさん、どこにミスがあったか理解してる？あれかな、尾根から駆け下りるところで一回余計な戦闘があった。あれは 31B に牽制させて無視すればよかったな。必要以上の支援攻撃が2回ありました。 31A の皆さんの攻撃力ならそれを行わず前方の敵に振った方が効果的です。それだけ理解しているなら問題ないわね。え、ということは連携も9大点だから今回は合格よ。よっしゃー、やりましたね。あたしらのおかげだ。フェーズ2の訓練は以上よ。お疲れ様。フェーズ3からは 30G との連携も必要になってくるわ。今度は 30G か。明日は休日となりますのでよく休んでください。やったった。つい行きましたね。訓練は。また野球なのかにゃ。野球好きだからしゃあないんだ。前はその方が青春の香りがすんだろ。フットサルとかはしねえだろ。三角ベースは子供っぽいにゃ。人数足りねえんだから仕方ねえだろ。あのなんだにゃ。あ、いえ、なんだよ。隊長なのにあたしらに何も言えなくなっちゃったの？よくわからん。いいえ、しか言えねえの？言いたいことある。なんだろう。なんでお前そこにいるんだ。いいえ、なんでお前が返事すんだよ。あ、いいえ、だらけになっちまったじゃねえかよ。なんやルカのやつ、また揉め事起こす気か。どうしてくれ。そうだな。おちょくってるだけです。喧嘩売ってんじゃねえかよ。お前らには用はないんだ。用があんのは葵。え、葵ですか？そう、葵はもうお前らなんて相手にしねえから。眼中にねえんだよ。え、だから私らと遊ぶ。かやもりさん、そうだったのか。無能同士つるむってか。あ、無能同士。
でも自室で待機なのですが。あ、それを言いたかったのか。のいい、私が許可する。うん、はい。あの、白子も連れて行っていいですか？もちろん大歓迎さ。よし、葵、ついてこい。あの、かやむりさん、こんなところで何を？なんだろう。露天風呂に来ちゃった。ここに入るのには勇気がいりますよね。私は葵と入りたいな。すみません、考えさせてください。え、なんで？じゃあ今度白子入ろう。なおこだもんな。カフェに来てみた。こじんまりとしてますけど、絵が飾られてたりされてますね。カフェ食べたいな。百個もか。そんなメニューまであるんですか？注文したことはないけど、カフェにパフェがなかったら詐欺じゃない？ファミレスじゃないんですから、ないところもあると思いますよ。パルト、ない。世界でもコンビニはあるんだよな。ドームでは大変な思いをされてる人たちがいるのに、葵たちは贅沢ですね。その分人類を救えば辻褄は合うさ、きっと。ほら、白子もそうだって。はい、
なります。というわけで連れてきた。何のために？遊ぶために。夕飯までは自室待機のはずなんだがな。そんな細かいことどうでもいいじゃん。カルパスあるからさ、みんなでカルパス食い競争しようぜ。かつてのパン食い競争の走ってぶら下げたカルパスを食べて最初にゴールしたものの勝ち。なんだよその全く勝つ気になれない競争は。白子は大興奮しています。となればやるしかないでしょう。うちもやらんとあかんの？あかん。なんでやねん。コップ酒片手にカルパス食い、最高のゲームではないか。お前も未成年だろ。審判を引き受けるわ。くそ、卑怯なやつめ。恋愛たくない。同着に見えた。ということは二人で決勝戦ね。次は本気を出すと。私も出してやるよ。中でバテそう。ちなみに楽器の経験は？バイオリンを習っていました。それもコンクールに入賞はするけれど、優勝はできない程度の中途半端な腕前でしたが。いける。嫌な予感しかしない。私は無関係であってくれ。正解。やっぱりかよ。あたしらシーズレジェンドってバンドを復活させたんだ。そんな覚えはないんだがな。はあ、それが今日から葵もそのメンバーだ。
でも7人って大所帯すぎない？よし、なら。ええで、うちのギター貸してるわ。相川さん。待て、私のドラムを譲りたかったんだが。ユッキーはバンマスなんだから抜けたらダメだよ。相川ならいいのかよ。じゃあめぐみにはノイズ担当になってもらおう。そんなんあるんかいな。うん、打ち込み系のハードでコアなバンドにはよくいたものさ。さらに活かしたサウンドになりそうじゃな。というわけで葵がギターな。ちょっと大きめのバイオリンと考えりゃ基本は同じさ。ざっくりすぎません？譜面はシーズレジェンドのバーンマイソウルって曲名を電池で検索したら出てくるから。はあ。じゃあ合わせてみようぜ。初見でですか？経験者ならできるできる。私は素人からなんとかしましたから。あれ、この曲作詞作曲が茅森瑠香さんになっているんですけど。この際知らない方がいいだろうな。ユキ、カウント。わかったよ。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。どないや。よかったんじゃないでしょうか。終わった？何これ、バイオリンでは味わえなかった感覚。どうだ、葵。スカッとしたか？はい、葵、スカッとしました。だったらよかったよ。私らだったらこうしていつでも葵と遊ぶ、そういう舞台だ。勝手に決めるな。なんでだよ。一番強いし切り込み隊だし、さらに誰よりも遊ぶんだよ。最強や。これで勝つるですね。すごいですね、皆さんは。葵もその仲間入りだよ。葵はトレーニングもしないと弱いままなので、遊ぶ余裕なんてありません。ジャンはずっと起きてるしかないね。睡眠も大切です。楽しかったです。ありがとうございます。今日どころか明日からも続くぜ。そうなるといいですね。ではおやすみなさい。ああ、おやすみ。
どうなってんだ。まあ、ひとまずここまでにしますか。デイ8までクリアしたんで、キリがいいんで。せっかくの休日なのに寝坊しちまった。みんなはもう出かけたのか。私らならやれるさ。風のささめき、勝利とは我らの示す未来よ。それで弱さいとはリーダー。すごい。負けない時期なんかたくさん出てきたな。これは無理。強い敵がどんどん今は無理だな。みんな推奨戦力が足りない。
だろうな。まあですね、で、渋ブラック、ついにブレイク。ちょっと
うん、スコア更新。明日開けろ。そう
ました。チャンスだ。行くわ。今もこうなったんや。まだまだ戦えそうです。でも今日はここまでかな。人数ライフ不足してんのか。